こんにちは、レジャー木村です。今回もやってきました。ゲカピョーウェウということで、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ではですね、いつものこれは表紙です。はい。カエルの歌、前なんかカエルって言ったけど、まだカエル気ないよ。カエルだけに。はい、ということでございまして、よろしくお願いします。今回はですね、この、お題ですね。この写真に対して一言ということでやらせていただきました。これあれなんですよね、ザワつく金曜日かな、ザワつく金曜日だからあれか。で、この画像に一言ということでやらせていただきました。これ私が投稿したサンプルタイトルですね。いつものギャグってあるかどうかは別として作ったんですね。おしみを取り替えてほしいとお願いしたが2時間。いや苦しいよそりゃだってね、自分のとはいえ悲しいよねっていう共感が欲しかったけど、見ての通り星ゼロです。やった。はい、どうされまして、それでは今回これの、結果発表させていただきたいと思っております。よろしくお願いします。それでは画像変わります。まず最初の、作品これですね。固定が Be my baby, 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 be my baby って言ってるってこと、多分こういう言い方がこうあるのかなということで、ちょっと工夫してみたけど伝わったかな。まあこれですね。でもこんななるかな。固定本人がこうやってなんか近づいてって、背の高いおっさんがなんかオールバックだが前髪開けたりおっさんが膝引きながらこうやって真顔できて来られて来たらこうなるのかなという意味ではね、これね2ですね。オットクソさん、オットクソさんってなります。オットクソさん、コメントしましょう。はい、これですね。はい、近づいてきて至近距離ならこうなりそう笑っていう感じですね。まあ、だからね、固定だからだね、もう固定だから、固定みたいな人がギター弾きながらこうやってビバイビバイビバイってこうやると確かに子供泣くってっていうなんかディスりになっちゃうからあまり言いたくないけど、ホテルさんかっこいいっすよ、ホテルマジで。ギターマジでうまいっすよ。うん、それこそバッドフィーリングのね、伝奏なんて完璧に弾けるのはご本人だけなんて言わされる話もありますからね。うん、まあ弾けるんだけど完璧にという意味では本人だけって話を聞きました。合ってる？ちょっと自信ない、噂を聞いただけなんで。はい、ということで次行きます。三密ってなんなん、もうほんまにわけわからんやん。うん、これ今の話題ですよ、これね。これどうすっかな。確かにね、逆っ気はないんだけど、この時期的には3なんですよ。時期的には絶対3なんです。本当にこれは強く訴えたいからね。いや3にしよう。3、この時期でよかったね。3です。夫婦さん、はい、ありがとうございます。これはね、コメントします。そうだな、3列って何なの。まあそれで3です。はい、その通り強く訴えたい。はい、これでいいです。素晴らしい。このご時世にふさわしいね。次です。この心ついたよ、この心ついたよって、なんか泣きながら、この心ついたよなのかな、何があったんでしょうこれ。感動したのかな。確かに元ネタがね、感動、そんな、なんか親のね、歌に感動するんですかね。っていう、ね、元ネタだからね、その共通点はね、いいと思う。2、ゴッテさん、ありがとうございます。ゴッテさんに対してのコメントということで、はい、これですね。元ネタも感動して泣いてるから、その星2っていうことですね。はい、素晴らしいです。これね、番組を見てね、共通させて何か考えたのかなと信じます、これは。これ、せつこだもんな。なんでホテルすぐ死んでしまうっていうね。死んでしまうって。これ解説すると、死ぬっていう言葉が NG ワード、一部未だになってるんで、多分その、あれですね。
まあ、対策でしょうかね。対策で、このふうに、これで、まあ、我々は死ぬっていうふうに普通に読みますんで、そこは解説します。なんで蛍すぐ死んでしまう蛍の墓って、タグがちゃんと、ああ、まあ、そうね、ちょっと僕、これ、ジブリ好きなんで、ちょっとジブリ好きのビオランツさん、ありがとうございます。前回も来ましたね。ありがとうございます。今回は、レッツゴーね、ごめんな感じで本当にね、確かこういう風にね、節子ってこれホタルの墓に出てくる、そのまあ親を亡くしたね兄弟がもう必死で生きようとして、なんか自分たちで暮らそうとしていろいろやってて、でそのホタルなんかその捕まえてきてね、なんかその瓶の中に入れて、で、まあ、節子を喜ばそうとして、なんか瓶を開けて、したら蛍が、まあ夜ね、夜お尻光るじゃないですか。で、だから、蓋を開けて、あと明かりの代わりにしようってことで、で、セーターが一生懸命捕まえてきた、その蛍の入った瓶を開けて、わーって、そうだから、もう、めっちゃもう、部屋の中、だからその、まあ、多分なんか、確かね、洞窟じゃないけど、なんかその、防空壕かなんかわかんないけど、みたいな、ホラー穴があって、ホラー穴で、だからその、過ごしてるから、明かりがないからって、それで、やっと明かりがってなって、テスコが感動して、その次の日にホタルが死んじゃってるから、で、そのセリフを、なんでホタルすぐ死んでしまう、うんって聞くやつ。で、その、セツコっていうのは、その、さ、聞いてきた妹の、確か5歳かなんかそれぐらいって話かね。で、そのお兄ちゃんが13歳か確か。あ、違う。8歳か確か。なんかそう、13歳と8歳とか、なんかそういうなんかキャッチコピーとか、8歳か。8歳の女の子がそうやって聞いて、まあ妹が聞いてきて、13歳の、お兄ちゃんであるセーターがね、こうやって、本当に、セツコって言うの。俺は、そう。そういうシーン。ちょっと長くなっちゃったけど。これ多分ね、カットするかもしれないし、一部。うん。ホタルの墓って、いい映画なんですよ。はい。はい、次。最近泣いて、親をあたふたさせていることに生きがいを感じて、最低だわ。最低だ、マジで。可愛いからいいけど。あたふたさせていることに、親も単純だな、わ。親、単純でしょ、これ。いや。あたふたさせていることに。これはね、うん、可愛いからいいでしょ。ピエールンさん、ありがとうございます。ピエールンさんへのコメント、はい、これです。可愛いから許す。これだからね、多分自分の子供が可愛く感じるんだったらそうなるかなという意味ですね。はい、決して育児放棄はしないようにしてください。今僕が言うのはあれですけど、まだ独身なんで結婚したことないんですよ。はいはい、あ、よかったな、おい、やろう。はい、次、これなんだろう、これお前までわしから離れるんかっていう千鳥風なのかな、どうなんだろう、これわしから離れるんか、なんかのセリフかな、なんだろう、これわしからって、しかし確かに赤ちゃんかな、親とか兄弟がいなくなったら生きていけないもんな、それはな。そうだな、これどうすっかな、ファンタジックな感じとしてにして、カルプさんありがとうございます。カルプさんへのコメント、はい、改めます、これでこれがコメント、俺が言ってやるよっていうままごと風ってことね。はい、カルプさんいいです。次、何があった、これ何があったのか、マジで生まれてくる家間違えた、何があったんだ、だから。かわいそうだ、3にしよう。あかねしおりさん、ありがとうございます。生まれてくる家間違えた、もうかわいそう、何があったんだろう、本当にこの、だってね、まだ生まれて間もない子供が、生まれてくれ間違えたと思うようなことが、そこにあったんだよ、きっと。いや、何があったんだろう、これ本当に、何があったんでしょうかね。気になるところですね。次。
待って、粉って粉じゃない、何よ、粉じゃない方って何よ、ですから粉じゃない方って何よ何粉じゃない方ってどういう意味これは、粉じゃない、何粉じゃなかった何、粉じゃない方どういうことこれ、粉じゃない何これ、どういう、ちょっと待って、あのこれボケてたから言うけど、これやばい、これ危ない薬粉じゃない方ってだってさ、ボケてだから、これボケてワールドだからそういう感じになっちゃうから、マジでだったらマジでこれ評価低いわこれ本当になんだけど、これわかんないな、どっちだろう、分かりづらいな、じゃあ2位にしといて、さくらさん、ありがとうございます。さくら、ちょっとあのこれね、俺世代でね、俺世代で音楽好きで、あのさくらのその、まあその横文字でさくらで粉っていうと、どうしてもねあの方になっちゃう、あの方にあのラルクの元のドラマのあの方になっちゃうんだよなやばいなこれ、これ結びつけていいのかな、いやダメな気がすんな、ちょっとコメントしよう、もし違ったら申し訳ないけど、本当そういう金になっちゃう、これは、いや分かってんだよ、こんなこと言っちゃいけないの分かってないよね、どうしようかな、これはさくらさんへのコメント、これ本当にマジ、これ何の子ながら評価が変わりますがですよ、本当にこれ本当ね申し訳ない、俺世代だからこういう言い方になったっていう理解だけはしてほしいかな、こっからあれですね、もともとは星がついてるやつですねタイタニック初めて見たあ、この子に分かんタイタニックの感動それすごい、感受性マジすごい、うわー、これもう宇宙人クラスでマジで感受性が、3にしよう、キリマンジャロ石井さん、ありがとうございます、はい、キリマンジャロ石井さんへのコメント、はいはい、これですね、感受性が宇宙人並み、いい子に育つぞいや本当だ、だってこれ、いやいい子だよ本当、これでタイタニック見て、これはすごいよマジで、うん、いや絶対いい子に育つじゃんこれ、絶対これあれだよ、モテるよこの子ね、いい子だよこれ、これがラストですね、次ですね、はい、俺やってない、えちょっと待って、ほんとね、さっきもそうだけど、なんか言葉足らずなんだよなこれな、言葉足らず、ほんとに何がやってないんだこれ、術語がないんだよな、粉もそうだ、粉は術語じゃないけど、またこれ言葉足らずでさ、何やってないのこれそこによるよほんと、これ何をやってないかだよこれ、ほんとに、ほんとね、これ申し訳ない、これ1だ、原平さん、前回もありがとうございますなんですけどね、原平さん、もうちょっとこれはほんと申し訳ない、これ言葉足らずです、ほんとこれは、これはだからね、もともと星3ついてますけど、僕的にはちょっとこれだから言葉足らずということでこうなっちゃったとこを理解いただきたいと思っております。で今回ですね、一応星が一番多いのはこのタイタニックを集めてみたなんですけど、ちょっとね言葉的に僕これが好きだなってやっぱあれだなというのがこれ、もうねこのご時世ね、これをねこの夫婦さんのねこの三密って何なん、これほんとね三密のね意味をね理解しててもね三密を守らないっていう人、パチンコ屋行ってる人、これほんとねこの戒めのためにこれを今回のトップ賞とします、おめでとうございます。一応ねあくまで星の数は目安です、目安なんですよ本当に、私ね面白いんだけど、そのさっきのタイタニックもね、やっぱこのねこの今のご時世にねふさわしいこの三密って何なんていう、そうだよその通りだよ、この子の言う通りだっていうね、うん、
多分この夫婦さんが常に思ってることかもしれないし、でもそれでもね、いいんです。本当に素晴らしい、本当これ素晴らしい。これはやっぱね、まあ、番組の力を使うってすごい。はい、ということで、またね、なんかいいお題がありましたらまた上げていこうと思っております。そんなわけで今回は以上ですね。以上をもちまして、私レジャー木村の結果発表でした。また次回お会いしましょう。以上です。はい、レジャー木村がお送りしました。またお会いしましょう。ありがとうございました。お願いします。